さんこんにちは。奈良市の取り組みやイベントを伝える奈良市ニュースです。まずは最初のニュースです。3月11日で東日本大震災から5年が経ちました。奈良市役所では地震が発生した午後2時46分に黙祷を捧げました。東日本大震災では友好姉妹都市である福島県郡山市、宮城県多賀城市に両市合わせて延べ389人の市職員を派遣し支援に当たりました。奈良市民だより3月号の特集では、あの日から5年安心して暮らせる町へと題して、過去の教訓から奈良市が行っている減災防災の取り組みをご紹介しています。ぜひご一読ください。続いてのニュースです。3月3日に奈良市立看護専門学校で初めての卒業式を行いました。奈良市立看護専門学校は、実践力を持った質の高い看護師を育成し、看護師不足を解消することを目指して3年前に開校しました。1期生の40人の9割にあたる36人は、奈良市をはじめとした奈良県内の医療機関に勤務する予定です。一期生として皆さんと出会え、共に学べたことを心より嬉しく思います。ここで学ばせてもらった3年間は、すごくいい経験になったと思うので、これを糧に、今後一生続いていく、看護師としての人生を頑張っていきたいと思います。続いてのニュースです。奈良の地酒とふるさと納税お礼の品の物産展、酒ホームを開催しました。3月5日と6日の2日間、奈良市観光センターで開催したこのイベントは、奈良が日本酒発祥の地であることを広く知ってもらおうと、奈良市内の5つの蔵元が製造している地酒を販売しました。また奈良のブランドいちご、ことかなど、ふるさと納税のお礼の品として選ばれた特産品などを販売し、観光客をはじめたくさんの来場者でにぎわいました。今年度は奈良市にふるさと納税をしてくださった方へのお礼の品の充実に力を入れてきました。4月からの10ヶ月での寄付総額は2億4000万円を超え、昨年度1年間のおよそ40倍になりました。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございます。引き続きふるさと納税お礼の品を増やし、奈良市の魅力をたくさんの方にお届けしていきます。詳しくは奈良市のホームページ、またはふるさとチョイス奈良市で検索してください。3月12日から18日までの奈良市の主な行事予定はご覧の通りです。詳しくは奈良市と奈良市観光協会のホームページをご覧ください。以上、奈良市ニュースでした。奈良市ニュースは毎週金曜日に公開しています。来週もお楽しみに。